あんな状態だもんね。まあ、これならわかるわ。なんだ、俺バーストしすぎて車止めたのかと思ってたよ。いや、クラクション最初鳴らしまくってね。最初どこだった？パパ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 パって。やめろよ、やめろよ、やめろよって言って。なんか、まさきやめろよとか言ってたな。いや、俺がね、寝てる時に近藤逮捕っていうコメントが流れたから、多分その頃だろうね。俺が放送やってる時じゃね。ツーパックいらっしゃい。やばいな、こいつ、やっぱり。すげえ臭かったらしい。ジャフター員が一発で飲酒してきてた。ホイール取れる。まあ間違いなくあんな走ったらホイールなくなるわな。やばい。ダックいらっしゃい。大丈夫なのかな、あいつ。頭おかしいんじゃないの。まあ、頭おかしいんだけど。まあ、あんなことがあったんだ。ゆいらっしゃい。世の中には常識を覆すような出来事があるんだな。本当に常識が通用しない。香りもいらっしゃい。事故を起こさなきゃ危険運転にはならないんだろうからあれだけど、なっけ、飲酒って量も飲むと一発面取りってあるんだっけ。一発面取りってあるんだっけ。飲酒って超えると、その量を超えるとなっけ、20点とかなんかそういう高い点数のやつってあるんだっけ。あるよな。本当ダメだろうな、多分な。もうろれつも回ってないわ。どこいたか覚えてないぐらいでしょ。酒をどれぐらい飲んでるか、あと向精神薬みたいなやつ、危ねえな。そんな、まあ AF ちゃんと喧嘩して、これでバーになってないフワチってすごい。映像がないから確認ができないってやつ。あるチャンマンが一発取るけじゃんな。まああれでしょ、映像が映ってないから確認しようがないってやつでしょ。手いらっしゃい。多分。そう、ラジオ配信なんでしょ、結局。多分。一応俺が映像ってか YouTube に上がってんのは映像なかったな。俺ぞいらっしゃい。YouTube だね。なかったからあれだけど。そうなんだ。車買ったらしい。あれ買った車じゃないでしょ。え、だから、レンタカーなんじゃないの？レンタカー。レンタカーだからあったわけでしょ？車を買う買わねえって話は出てたけど。納車までの続きのレンタカーらしい。だから、そうでしょ、買ってないでしょ、だから、うん、
もうすぐ納車だろうがなんだろうが、だから今の話してたから別にどうでもいいよ。それと今回の件は別に関係ないでしょ。別に納車の件と今回の件はどうでもいい。やばいなあいつ。ラッキーでした。どうなんだろうね。俺あんま知らないんだよね、その車の違反でどうなるのかって。こういうのってどうなんだろうね。飲酒運転、捕まるってどうなんだろう。まあ、今度は何らかしらの形でいつか捕まるけどね。3年以内には捕まるでしょう。今出てきて1年ぐらい。出てきて1年ぐらいでしょ。まあ、3年以内には捕まるだろうな。あと2年間。懲役行くと思うよ、あの人の場合は。大体ね、刑務所出てから3年以内に捕まる、再犯する人が多いのよ。多いというか、ほとんどそう。3年以内。出てから。だからそうすると、まあ、アウトだろうね。アウト。行政処分、先酔い35点、免許取り消し、結核期限3年、酒気帯び 0.25 点、0.25 以上、0.25 未満13点、薬物は関係ないじゃないの。薬物って言っても覚醒剤じゃなければ、覚醒剤は覚醒剤で取り締まるでしょ。まあじゃあ、今度はもう、面取りになれそうだろうね。そういう問題やけど、懲役ってどうなんだろうね。事故はこうしてないから平気だろうから。あんないけど。まあ、アウトだけどね、もう、すべてやってることがアウトだとは思うけど。葛飾いらっしゃい。あの人の存在自体アウト。もうやばいよね、本当あの人の場合は。今度ズバ抜けてやばいもんね、言動が。まあ配信者の中では、まあ、シャバではあんな人いるけど、今度は飲酒で捕まる直前の10月15日配信で、住川と二人で長野に行こうとして高速道路で揉めて警察になった動画もある。そうなんだ。本当ってでもさ、結構アウトなことやってるからね。チンピラみたいなことやってるからね。チンピラみたいなことばっかやってるから、まあ、いつか捕まるんだろうけどさ。そうなんだ。まあ、いつか捕まるだろうな。まあ、アウトな薬もね、多分まあ、そんなハマってないのかもしれないけど、何ヶ月間に1回はやってんだろうからさ。まあ、そろそろやる頃だろう。組長とか名乗ってるけど、組織にいたことがあるのか。近藤組長。近藤組長は、刑務所に行った時に、刑務所に入った時に、どうだっけな、高松かどっか忘れたけど、どっか刑務所入った時に、中で拾われてってのは現役の人にね、現役の人にうちに来いっていう話で、ああ、あれでもするって言って、拾われたらしいよ、考えると。で、その人が最初に出て、近藤組長が出所した時に、その人が迎えに来たらしいよ。うん、で、そのまま部屋住み、
で1週間でバック売れたらしいよ。順次がいらっしゃい、うん、らしい。だそれはだから1週間だけ、うん、組に入ったことはあると思う。まあ組に入ってるというか、まあ構成員ではないから拾われてすぐ名簿に名前が載るなんてないから、うん、だからまあ出入りしてた人間、まさやでしたね。一週間部屋住みだから、出入りしてた人間だろうね。うん、はい、でもならないよ。まあ、まあ、半年一年ぐらいしないと。まあ、半年は無理だな。一年ぐらい、一年、最低一年はいないと、札もかかんないですね。まあ拾われた人間だからね、懲役で拾われた人間なんて半年1年は、でももっと下手したらあれだよ、札かかんない可能性だってあるよ。懲役から拾われた人間だからなおさら。いやそれであれでしょ、あの公平一家の名前出したでしょ、だから、なんか大紹介がどうこうだか言うじゃん。だからそこで拾われたんじゃないの。すごいよな。